はい、丁寧解説、文読会、その後、大学入試センター試験思考問題第5問の問いに、問いにも、本文に書いてありました。さっき読んだところに、なんか丁寧すぎてわからん、もっとさっと言え、ちょっとさっと丁寧に言います。パッと見たときに本文見る。そして、手紙形式やったら、誰が誰に書いたんかと見るわけね。最後、フェイス・ウィルソン、ミシーズと書いてある。ミシーズ・フェイス・ウィルソンが、というふうにエディター、編集者宛に書いたんやと。次、説問見る。問1、問2、問3、問4をささっと見る。問1、ミセス・ウィルソンは、この手紙をエディター宛に書いた。1、2、3、4。はい、問2は、She thinks ミセス・ウィルソンは考えている。That SV。Current attitudes、はい、現在のアティチュード、態度、姿勢、物の考え方が、lead 人という原型、人々をして何とかに、選択肢を見ると、1番が buy、2番 correct、3番 save、4番 treat。これは lead or to 原型。っていうことがわかる。問3を見る。She feels、Mrs. Wilson は感じている。That SV。Industrialization。誰もが知ってる。うちの猫でも、隣の猫でも、猿でも知ってる。インダストリー、産業勤勉。インダストリアライゼーション。その前に、インダストリアルレボリューション、ね。産業革命。インダストリアルレボリューション。はい。だから、インダストリアライゼーション。工業化は has turned us into careless children. Turn A into B. Turn A into B. 子供が見てる、ビデオ、私はあんたを、はい、三つ首のある、蛇に変えちゃうわよ。とジニーはトニー・ネルソン、アストロノット、宇宙飛行士に言った。I'll turn you into a serpent with three heads. I'll turn you into a serpent with three heads.、で、she feels that industrialization has turned us は私たちを現在完了、核プラス現在、ね、into careless children 不注意な子供たち、 careless 不注意な子供たちに変えてしまっていると感じている。 so that so 点々 that 大変なんとかなので、 so 点々 that、カンマ so thatその結果、カンマがなくても、so that で、その結果、we 我々は、で見たら、選択肢、原型なってるか、次、問いを、最後の問題。She wants people to. Want or to 原型。Want 人 to 原型。丁寧に言うと、would like 人 to 原型。I want you. 私は君を want している。値はあんたが欲しい。I want you.I need you、私はあんたを必要とする。 I need you. I love you.
そんなもんですね。はい。She wants people to. 彼女は人々に何とかしてほしい。1番、depend。2番、do away with。3番、learn。4番、place。place って動詞だよ。place、場所。place は置くってことやね。置く。put place set put 置く入れる貼る put a poster on the wall、put というのは、置く、置く入れる貼る置く入れる貼るですね、put は置く place はきちんと置く set さらにきちんとセットする置くそんなもんですね。はい、わかりますか？そうすると、はい。問さんを見て言っています。はい、問さん。ここで、はい、はい、ちょっと休憩。今までの復習をね、してください。単語ね。それからやり方全体が分かっていないと、いくらゆっくりしても、全然頭に残ってないわけです。それはもったいない、もったいない、もったいないですよね。はい。